それは違いますぞ、悪党殿。この娘があれを送られて内心どれほど喜んだかご存じないか。そも女子とは貢ぎ物を喜ぶ生き物であろう。あれもなくば悪党殿は未だ他人行儀に呼ばれておるであろうよ。じゃあ次は消えてなくなるものでも送りますよ。スイーツとか。無理じゃ無理。貴様は十二分に疑われ、何かきっかけがあればこうなるのが当然であった。薄汚い狼の皮から抜け落ちた毛一本が出ても貴様は同じ目に遭うておったわ。幾度目か落ちてご存知であろう。人は同じように動くもの。定めなどと無粋は申しませぬがのう、同じことが起きれば同じように振る舞う。人とは存外からくりじみた代物じゃ。それじゃあ神様は僕がここで死ぬのは不可避だってそう言いたいんですか。おや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 、我は別に貴様が死ぬなどとは申しておりませぬがの、悪党殿。参りましょうぞ、霧の山里へ。これが最後の仰せじゃ。どうして僕は生きてるんでしょうか。あと、はるちゃんはどうして、無事だったのか。無事？殴る蹴るはされましたぞ。ただ、貴様よりは悪辣に見えなんだ。それだけの違いでしょうな。まあ、そうか。あれだけ善人面をして、正面切って、嘘をつきまくったんだから。貴様と娘が生きておられるのはのう、貴様を放って死なせれば汚れを浮くのではと懸念されたからじゃ。それは誰が言い出したんです。この娘をついておるものじゃ。モッチーか。さて誰を殺しますかの。織部義継を。カラスのカゴ社か。彼を生かすと野里清之助が人だってのがバレますから。よいよい、悪党殿はそうやってこの後に及んでも悪あがきをなさるがお似合いじゃ。ひどい言い草だ。そんなに人間が滑稽ですか。獣は皆必死に気高う生きる。その様はすべて我が目には愛おしゅう映りまする。Thank you.
気張られましたな、悪党殿。いいや、春秋殿。悪党で結構ですよ。とにかくこれでなんとかなった。明日僕らは正体を表す、そして名子を味方につけ勝利する。そして霧が晴れたらどうなされ。はるちゃんを連れてここを出ますよ。貴様はつくづく面白いお方であらせられるの。何がですか。神内明神が貴様を逃がすとお思いか。神内明神がですか。もう一つの神とかじゃなく。そうじゃ。よもや、かの神を侮るなど、慢心なすったか？いいえ。僕は、神内明神の手の内にあるのですか。例外のつもりでいた。そう決め込むには、貴様はこの地へ、お誓いしすぎたのではあらせられまいか？僕は、ルールは自分で決められるので。そうでございましたな。まあ、では、蛇の差し金どもを、どうにかするだけかもしれませぬな。そりゃ、めんどくさそうだ。それでも、やりますよ。この娘のためかや？それとも、我のためかや。あなたも、はるちゃんも、外を連れ回すのは楽しそうだ。やはり貴様は悪党であらすの。幾人の女子が泣いたことじゃろうな。おお、これはこれは。プライバシーの侵害ですよ、スケベな神様。つくづく失礼なお方よ。して明日はどうなさるおつもりじゃ。僕とあなたじゃない、はるちゃんで狼であることを明かします。最初の時、安永君がしたように。それで名子を味方につける。それは、うまくいきませんぞ。わかるんですか？わかる。では、どうすればいいんですか？こうじゃ。いいんだ。
いいんだ。これで。